ロビンちゃん、体はもう大丈夫なのか？ええ、もう大丈夫よ。完全に凍ってたんだ。しばらく無理は禁物だぞ、ロビン。ありがとう、チョッパ。心配かけたわね。ごめんなさい。ロビン、ここに鳩のやつが来なかったか？いいえ、来てないわ。どうして？ウソップが連れて行かれちまった。 ウォーターセブンから出る前に奪い返さないと。ここに来る途中、町の人が政府の専用の列車が出たと話していたのは、そのことね。もう列車は出たのね。じゃあ急いで列車を追おう。待ってルフィ、アクアラグナで海列車は今動いてないわ。どうしようルフィ。アイスのおっさんに海列車を借りよう。 ロビン、市長邸で休んでいたんじゃなかったの？<笑>私の正体に気づかれると面倒になると思って、そっと抜け出してきたの？そっか、ロビンは最初アイスバーグさんに危険視されていたんだったわね。おい、そんな事より市長邸は町の下の方だったよな。上だ上。てめえは黙ってついてくれ、いいんだよ。 エニエスロビーに来て手伝ってくれ。まあ、いきなりだな。何があった？ルッチの覚悟か。にわかには信じがてえが、いや信じたくもねえが、狙いを聞きゃ思い当たる節はある。フランキーのやつも連れて行かんのか。 俺は仲間を奪い返す。お前サイファーポールのエージェントを追うつもりか？間に合わん。奴らはすでに海列車でエニエスロビーに向かってるだろう。
そして今はアクアラグナが迫っている。まあ船だと出せん。頼むよおっさん、仲間が危ねえ。フランキーも一緒にさらわれたんだ。確かにな。かつてアイスバーグとフランキーは共に造船会社トムズワーカーズで働いていた。当時自らをカティ・フラムと名乗っていたフランキーは大事故によって数年姿をくらます。4年後生還したフランキーに涙したアイスバーグは師匠のトムから託された古代兵器プルトンの設計図を彼に渡す。そして世界の命運を握る恐ろしい兵器の復活を防ぐため図面とともに町から出るように頼む。だがフランキーは設計図を手放したアイスバーグが政府に狙われる危険を感じ町に残ることを決断するのだ。そしてアイスバーグは市長としてフランキーはゴロツキをまとめる解体屋として表と裏それぞれがウォーターセブンの顔役となっていった。詳しいことは話せん。だがお前たちにフランキーを頼んでおいた。わかった。アクアラグナを超える手段がたった一つだけある。こっちだ、ついてこい。地下道の先に昔使っていた倉庫がそこに向かう。そこに行けば鳩の野郎を追っていけるのか。ああ、試作品の海列車が命の保証はできねえしよ。それでもいい。俺たちは必ずウソップたちを取り返す。こんなお願いをするのもなんだがフランキーのやつも助けてやってくれねえか。ああ、あいつも俺たちの仲間だ。必ず取り戻す。そうか、ありがとう、感謝する。とりあえず地下2階まで行ってくれ。あ、わかった。そこの扉だ。鍵は俺が持っている。倉庫はこの奥だ。まあしかし久しぶりにここへ来た。8年間放置していた場所だからな。悪いが我慢してくれ。
ここまでひどいことになってるとはな。こっちにも変なのが嫌がるし、さすがに管理しなさすぎだろう。任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。先だ。この先に海列車がある。少し準備に時間はかかるぞ。ああ、ありがとう、アイスのおっさん。少し時間をくれ。調整する。まあ、嵐を抜けるんだ。何が起きるかわからねえ。細部まで点検しておいた方がいいだろう。
く無茶な連中だ。ん？なんだこの音は。いや声か。俺を呼んでいるのか。お前なのか。俺をここへ呼んだのは。おい、なんだよアイスバーグ。てめえ突然現れたと思ったら、何一人でブツブツ言ってやがんだ。そうか、お前らには聞こえてねえのか。だがちょうどいい。お前らも手伝え。この船直して海に出すぞ。はあ？ロケットマンを得た一味はアクアラグナで荒れる海を越え、四方の島エニエスロビーへとたどり着いた。忘れがたい光景ね。でも今はもう一人じゃない。え、どういう意味？あなたにとって忘れられない思い出のようね。ええ、とても。全部を敵に回そうとも、仲間を守りたい彼らの決意、それが仲間を信じ抜く心と生きる勇気を彼女の中に生んだのね。行くぞ。え、どういうこと？ちょっとルフィ！おいルフィ。来た時より警備が厳重じゃねえか。そうか。まあ全部ぶっ飛ばすから同じだろ。違いねえ。行くぞ。おう。
あんなのいなかったわよ。どうやってここまで？ NS ロビーの猛者たちがそうやすやすと突破されるはずは。現実を認めろよ。よし、じゃあそこの火を吐く大砲ぶっ壊すぞ。ふざけるな、海賊どもの隙にはさせん。いけるか。しちまうぞ。なめんじゃねえ。どうってこっちゃねえ。聞かねえの。任せろ。まずいわね、こいつ強いわ。サンダーランスクーボー。まだだー。効かねえな。やってやる。つけるとするか。ウルトラつける。やるな。おっ、きたねえな。やってやる。おっ、いって。ゴムゴムのジェットウィン。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーボルト、ジェット。
程度だよ。任せろ。切りがいがありそうだ。刀の髪に切る。待ってるっていうのに今行く。マナーがなってねえの。あの地獄の2年間に比べたら些細なもんだ。上に行けねえな。敵が多いよね。さすがエニエスロビーだ。てか後ろに回り込まれたんじゃ、火炎放射器の意味がねえだろうか。どうするルフィ、そこにある邪魔くせえの壊してくか。そうだな、ぶっ壊そう。勝手に来たねえだ。みんな早く来てくれ。火炎放射器を、いや俺を守ってくれ。行けるか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。だだ。ディアブルジャンブ、プルミエール。これだ。三刀流奥義三千世界。やるやる。これだ。なんで私なのよ。任せて。一人10万よ。幸せパンチ。やるな。たまんねえな。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのジャックオイ。
ブルジャンブトゥルミエルアッシュまだだまずいわねこいつ強いわミラーズテンポワタモルガナサントウリュウオーギ参戦世界やれやれな、きっちり型をつけるとするかサントウリュウオーギ参戦世界やれな、こいつ強えな。やったな面白い来てみろああ ディアブルジャンブトゥルミエルアッシュね、こう見えてなかなかこんな切りがいがありそうだ刀の旅に来るああ俺に任せろなめんじゃねえまずいわねこいつ、いや、おら！いけるか？くらえ！おい、お前、おる、マナーがなくてねえの！あの地獄の2年間に比べたら、些細なもんだ。返すぞ。おお、海賊どもがここまで来たか。だが、この火炎放射器は奥への道を閉ざす重要なものと聞いておるのだが、合ってるよな。知るか誰に聞いてやがる。とにかく俺を壊されるわけにはいかん。正義の名のもと成敗してくれるわ。ということでいいよな。おう、好きにしろ。でも勝つのは俺たちだけどな。よろしい。ならばエニエスロビーの精鋭がお相手をしよう。ということで本当にいいんだよな。だから確認すんじゃねえ。しちまうぞ。よし、交代だ。
これでみんな直せる。助かったチョッパー、ぶっ飛ばしてやる。まずいわね、こいつ強いわ。一人十万よ、幸せパンチ。やるな。止まんねえな。切りがいがありそうだ。行けるか？
じゃあそれ、これからだ。ちょっとやばいかも。どうってこっちゃねえ。怖くなんてねえぞ。大丈夫、これでみんな直せる。ありがとう、チョッパー。きっちり肩をつけるとするか。邪魔だ。どうした、ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのガトリング。やるな。一人10万よ。幸せパンチ。これからだ。まだ行くぞ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパー。おう、いけるか。はっ、邪魔だ。刀の髪に切る。まずい。さあ、ガツンとかますわよ。待ちなさい。あんたがどれだけ強くても、あたしの予報は外れない。技のキレが戻ってきたか。やった！少し強くなったぞ。やった！これで通れるようになったな。よし、回り込んで先に進むぞ。それでウソップとフランキーはどこにいるんだ。確か地下に牢獄があったはずよ。よし、じゃあ下行くぞ。
覚悟があるならな。医者、医者を呼んでくれ。どうだ。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのジャックウィン。よし、飯にしよう。どっかに肉ねえのか。
壁なんかあるぞ。俺の出番か。刀の旅に行け。やるか。俺たちの邪魔はさせねえ。さあ、ガツンとかますわよ。任せろ。
刀のために消える。任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。帰りは大丈夫かしら。とりあえず先に進みましょう。俺に任せろ。よっと。ん？こっちはなんだ？よし。ん？俺に任せろ。本がたくさんあるぞ。ちょっと待って。今本棚、気になるもの。ロビン、どうした？何かあったのか？この本、背表紙にワフルドと書いてあるのよ。ずいぶんと古いわね。そうね。こんな古い本が残っているなんて。考古学者から取り上げた資料や歴史書をここに貯蔵しているのね。これ全部なのか？政府にとって都合の悪い本をなぜ処分しねえんだ？歴史がどこまで知られてるか、彼ら学者が何を調べているのかを把握するためでしょうね。不都合な歴史か。それでロビンちゃん、見つけた本には何が書いてあるんだよ。ワフルドの成り立ちを調べたものみたい。こう書かれているわ。その日、新世界の外れで突然島が出現するという事件が現地を確認した学者によって記録された。目撃された巨大な水柱や近隣の島を襲った高潮。しかし海底火山の噴火や地殻変動は観測されていない。
多くの事象が物語る。ワフルドは間違いなく空から落ちてきた。ワフルドの近海に群生する巨大な古代種の藻類が落ちた大地を受け止め浮かせているのだ。なぜ空から島が降ってきたのか、根本の部分でまだまだ謎は多い。海図と照らし合わせるなら、その場所はワフルドと全く同じ。ワフルドは空から降ってきてできた島。不思議島ってことか。あら、何かあるわね。なんだ、後ろから来ただと。唯一の通路を塞いでたってのに、おかしなこともあるもんだ。こいつ、意表をつかれたはずなのに、ずいぶん余裕ね。その辺の連中とは、踏んできた場数が違うからな。この奥へ進まれたとあっちゃ、海軍の名折れ。ここで止めるぞ。じゃあ、止めてみろ。意外がありそうだ。三刀流奥義参戦世界。ギアセカンド、この者をジェットバズーカー。これかな。なんだか減った気がするわ。
ちょっとこっちによこさないでよ。一人10万よ。幸せパンチ。これからだ。ドスフルール。グラップ。まただ。どうってこっちゃねえ。きっちり肩をつけるとするか。三刀流奥義三千世界。まだまだだ。こいつ強えな。これだ。サンダーランスクーパー。これからだ。しびれが。今行こう。支援フルールデルフィニウム。動くん。サンダーチャージ。ウィングアーム。か体が手強いわね。みんな気をつけて。任せて。ちょっと痛いよ。もう食えねえよ。はっ。体が。これは一筋縄ではいかなそうね。ドスフルール。まぶたが重い。一人10万よ。幸せパンチ。これからだ。俺が。ゴムゴムのジェットピッカー。やーべえ、まぶたが重い。はい。いけるか。いくぞ。俺は海賊王になる男だ。こんなところで負けてらんねえ。この下は何があるの？さあ、わかんねえ。行ってみりゃわかるって。ダメに効く薬はできたの？まだだ。でも俺、諦めないぞ。お前ら。
この厳重な扉、ちょっとやそっとじゃ飽きそうにないわね。よし、またギアサードでぶっ壊すから離れてろ。またってことは前もこじ開けたのね、あんた。ルフィらしいわ。でも今回はその方法じゃ無理かもしれないわね。ギアサード、どうやってやるんだっけな。どうやらまだその力は取り戻せてないみたいね。やっぱり別の方法を考えるのが良さそうね。それじゃあ別の技を試してみるか。ちょっとまずはこじ開けることから頭を離しなさいよ。見つけたぞ、麦わらの一味だ。おとなしく投降しろ。お前たちに逃げ場などない。仕方ねえ、こいつらを片付けるのは先だな。かかってこい。いけるか。ギアセカンド、ゴムゴムのジャックウィン。手強いわね。みんな気をつけて。ドスフルール。グラップ。まだだ。これだ。一刀流、いよい、シッソンソン。これからだ。おっしゃ、これだ。任せて、一人10万よ。幸せパンチ。やるな。手ごわいわね。みんな気をつけて。これでどう。まだまだ。まずいわね、こいつ強いわ。サンダーボルト、おっしゃ。いって、ゴムゴムのジャックウィン。これからだ。きっちり型をつけるとするか。
私の仲間が、あなたに負けるはずないでしょ。なかなかやるな。だが、我々を倒そうとも、鍵がないお前らは、すでに袋のネズミだ。鍵？もしかして、これのこと？貴様、いつの間に。だが、それが四方の塔へと続く通路の扉の鍵だとは分かるまい。あら、この鍵がそこの扉の鍵なのね。なぜそれが分かった。さすがだな。しかし、鍵はあと二つ必要だとは気がつくまい。よくしゃべるおっさんだな。そして、そのうち一本が給仕室に隠されていることなど、お前らごときでは見当もつくまい。お前、もう喋らない方がいいんじゃねえか。この鍵以外にあと2本、全部で3本集めればいいのね。なぜそれがわかった。お前らは一体。いろいろ教えてくれてありがとな。そうか、心を読む悪魔の実か。抜かった、抜かったのだ。どうやらただのアホだったようだな。それじゃ、ひとまず給仕室に戻るわよ。よし、行くぞ。聞いた給仕室ってここでいいのよね。どこだ鍵。Thank you.
敵の匂いだ。誰かいるぞ。ああ、覚えがあるぜ、この殺気。お前たちにも困ったもんじゃ。こんな場所まで攻め込まれては、わしらの立つ瀬がないわい。お主らの首を持って失態を帳消しとさせてもらおうかの。なんだそれ。何がおかしいんじゃ。見せてやる、生まれ変わったわしの。やっぱ面白いな、あいつの見た目。貴様、見せてやる、キリンという野生の底力をの。なんで私なのよ。一人10万よ。幸せパンチ。抜けなそうな相手ね。支援フルール。デルフィニウム。これからだ。あれ？なんだか減った気がするわ。面白い。来てみろ。俺が行け。気を抜けんな。どうした？来い。そんな。任せろ。乱曲。ネジ白人。ネジ白人。
だまだ。いちちちちち。このゴールド。ストーム。やっ。
危機急騰流アシュラ一無銀まだまだじゃわしはまだ戦えるこれでみんな直せるありがとう、チョッパおうやっいっち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 よしあわせパンチまだだきっちり型をつけるとするか刀の旅にか怖くなんてねえぞどけまだ負けてはおらん乱曲ネジ白人俺は諦めねえぞくそやべえなまだ負けてはおらん乱曲ネジ白人やるなサンチ君いただくわ悪い助かったぞナミよし行くかよいシッソンソンまだまだじゃわしはまだ戦えるアームポイント黒天ロゼを導いよいシッソンソン参ったまいここまでかのサンダーチャージウィングアームまだだこれがほっだっ図が高いてめえはそこでおとなしく倒れてる力が戻ってくるのがわかるわヒヒヒ調子がいいぞ今なら納得のいく蹴りが出せそうだ何をしているもう侵入者は仕留めたのかカーク？カーク！どうした返答しろあ、お前誰だ誰だという貴様こそ誰だまあお前が誰でもいいや仲間は返してもらうぞだから誰だ貴様まさか貴様麦わらのルフィだな返事をしろ麦わらちくしょうなんてこってこんなところまで海賊に踏み込まれるとはおい全員落としろ CP9
てめえら一体何やってんだ。海賊が一匹ここへ来たぞ。聞いてんのか、おい。返事ぐらいしやがれ。すぐに出ろって言ってんだ。ゴールデン。おい、チキシュー、しまった。ああ、こっちだ。コデンデムシはなんてことを。うっかりした。よりによってゴールデンデンデムシを押しちまった。よりによってバスターゴールをかけちまった。なんだ今の放送は。バスターゴールだと。それに麦わらと言ってたな。やっぱり来てくれたのか。アルビー、政府の施設、それもこんな場所まで海賊が来たってのか。仲間のためにあんちゃん、いい仲間を持ってんな。泣いてる場合じゃねえよ。今のうち逃げねえと。とりあえずここからの脱出だな。なあ、どこかに出口があるはずだ。You-